こんにちは、勝也です。今日はね、バイク教習、7日目ということで、前回ね、第1段階の見極めを終了したので、今日から第2段階に入りますね。今日を含めてあと8回、頑張っていこうと思います。ちなみに今日はシミュレーターの授業なので、安心じゃないな。なんかシミュレーターの授業でも結構ね、教官によっては緊張感出してくるからな、まあ、気を抜かないように、頑張ろうと思います。それでは、はい、シミュレーターの授業終わりました。あのね、もう俺が一番苦手な教官が今日さ、担当に当たってもうどうしようかと思ったんだよね。最初にあの今日の教官っていう紙を見た瞬間に、うわーこの教官かと思って、もう終わったなと思ったんだけどさ。でもね、今日はあの俺以外にも他に2人生徒がいたんだよね。あの俺含めて合計3人で、授業を受けたんだけど、まあ最初シミュレーターの授業に入る前にちょっとあの法規の授業をしたんだよね。例えば、まあウィンカーを出すときは、何メートル前に出すかみたいな。じゃあ30メートル前が答えなんだけどさ、俺それが出てこなくて、やばいやばいって、また睨まれると思ったんだけども、隣の人が答えてくれて難を逃れた。じゃあその次にウィンカーで進路変更を何秒前にウィンカー出しますかっていう質問になって、それで、あ、これは俺知ってる、3秒前ですって言って、お互い助け合いながらなんとかね、その尋問を乗り切ったという感じで、で、そうだね、一通りそういう感じでウインカーを何秒前に出すだのさ、あとは右折するときはそのどういう感じで右折するだとか、なんか細かいことをいろいろ習ったんだけど、まあ最後に言われたのが、もうこれから先教えないから、今日教えたことを君たちの頭に入っているものとみなして次実車に乗るので、よろしくお願いしますって睨みを聞かせた感じで言われてさ、うわこれ無理じゃんって。その場ではさ、あの分かったと思っても、 いざバイクに乗ると飛ぶから結局怒られるなと思って、あそこの教習所は大体そんな感じなんだよね。一回行ったから分かるよね、もう俺言わないよみたいな感じで、でしくじったら怒号が飛ぶみたいな感じだからさ、まあ、そんな感じでね、あの前半は法規のお勉強をして、で後半はいよいよシミュレーターでしたね。まあシミュレーターは別になんてことなかったね。平和に終わりましたよ。でハンコもらって、それで、無事終了です。はい、まあ、次はね、3日後になりますね。まあ、しばらくゆっくりできるからさ、ちょっとリフレッシュでもしようかなと思います。でまあね、あの習ってすぐよりは少し寝かせた方がさ、前頭前野じゃなくてなんだっけか、脳みその仕組み的にはさ、記憶が定着しやすいと言われてるんだよ。だからね、今日習った法規とかをこうしばらく寝かせて、でまあ次の実車に挑もうかなということですね。それではまた次回会いましょう。